はい、どうも佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報、医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、わかりやすくお伝えしようと思っております。今僕はですね、ここ新大阪に来ております。まあ背景的に全然わからんと思うけど、はい、わかるかな、ちょっと厳しいかもしれませんね。新大阪に来てるんですね。僕のね、地元広島のね、友達がですね、大阪に遊びに来るということで、まあどっか観光がてら道会に連れて行かせてもらおうかなというふうに思っております。まあ計画はね、それなりに立てたつもりなんですけどね、まあ立てながら思いましたね。僕はほんまにね、大阪の観光とかについてはね、何も知らないなというふうに思いました。僕もう大阪に住んでからですね、7、8年ぐらいになるんですけど、ほんまにわからんなあというふうに思います。なんか買い物とかね、なんかちょっとしたお出かけみたいなのは、まあ大阪のね、お友達とか知り合いの方とかのね、まあいろいろ行かしてもらってたんで、行かしてもらってたっていうか行ってたんでね、まあそれなりにわかるとは思うんですけれども、いざですね、こう旅行で行く時のなんかこう観光スポットみたいな、なんかそういうのはほんまにね、わからんなと。まあインターネット頼りですけどもね、なんか僕なりに組めたんですけどね、なんかどうなんかなというふうに思いました。まあなんせですね、僕はね、大阪に住んでから今日までですね、一度もユニバーサルスタジオにはね、行ったことがないわけですよ。はい、なんかハリーポッターとかね、あるんやぐらいです。はい、あるけど乗ったことないとかね、なんかそんなレベルですね。はい、どうなんかなというふうに思うんですけれども、まあなんでしょうね、やっぱりまあだいぶ人が多いね、そのなんか場所っていうのが、まあ僕の中でそんな得意じゃないっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、一番はですね、自分自身がね、大阪に住んで、ユニバーサルスタジオ、ユニバがね、割とね、行こうと思ったら行ける距離にね、あるっていうのが、まあ大きいのかなというふうに思います。まあいつでも行けるし、まあまた今度でいいかがね、結構重なって今7、8年経っちゃったみたいなね、状態かなというふうに思いますんで、やっぱりね、こうなんか身近にね、あるものって結構おろそかにしちゃうんだなというふうに、僕自身思っております。はい。特にね、しかもそうやってね、僕みたいにこう人が多いなとかね、あんま気が進まんなみたいなことに関してはですね、余計ね、こう遠ざけてしまいがちなのかなというふうに思います。これね、結構なんでしょう、認知症の方にもね、なんかそういったのは結構あるかもしれないですね。卓上とかがね、結構気が進まないとかね、苦手な方とかやったらね、結構そういうのはあります。家のね、こうテーブルの上にね、その教材とか、そういったね、ドリルみたいなの置いといてもですね、まあ、やろうと思ったらすぐね、そこにあるからテーブルに座ってできるんですけど、いやでも気が進まんし、また今度でいいかがね、ずるずる進んでしまうというようなね、感じのをこう引き起こしてしまうんじゃないかなというふうに思いますね。はい、習慣にさえなってしまえばね、とかね、なんかその宿題そのものがね、楽しいものっていうふうに思えたら、まあ全然ね、それ環境か状況は変わってくるのかなっていうふうに思うんですけどね。はい、だから僕もですね、ユニバーがね、これめちゃめちゃ面白かった、並んででもまた乗りたいっていうようなアトラクションがもし僕があればですね、多分ね、ユニバー好きになってね、なんか定期的に行くようになるんかなというふうには思います。はい、なんかこんな状況をですね、認知症の方にも僕作ってあげると、例えばですね、はい、そういった苦手なこととか卓上訓練とか、まあ、お水を飲むもそうやと思います。なんかそういったちょっとした自分、気が進まんことっていうのもね、ちょっとずつやるようになるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね、そういったふうに、周りの方が仕向けるようなね、こう状況にするっていうのは大事なのかなというふうに思いました。はい。でもそろそろね、友達が来ると思うんで迎えに行ってきます。今日の内容はこれぐらいで以上にしようと思います。今回見ていただいて本当にありがとうございました。さよなら。